そうですね、東インカレは、まあ、やっぱり結果としても内容としてもやっぱり納得のいくものではなかったかなっていうふうにやっぱり思います。その最後の東インカレだったので、やっぱり優勝したかったっていう気持ちもすごいありますし、しっかりノーミスで自分のやりたいことをちゃんと演技として伝えたかったなっていうのはあるんですけど、自分の弱さが出てしまって、やっぱりミスが出てしまって、結果としても、まあ、良くなかったなっていうふうに思います。自分の弱さとしては、やっぱりその試合の時にどうしても余計なことを考えてしまったりだとか、そのいつも以上に頑張ろうっていうふうになってしまって、いつも以上の力を出そうと思ってこうやってしまってミスが出てしまうので、やっぱりそこを最後の4年生として、まあ、今まではこういろんなことを考えながら練習してたんですけど、でも本当に最終的にはやっぱりその新体操を楽しむっていうことと、あとはやっぱりその絶対にミスらない、どんなことがあってもミスらないっていうその一本の作り方っていうのをやっぱりインカレに向けてやっていきたいなと思って、自分の中でやっとその気づけたというかが最後のクラブの一本だったんですけど、先生がいつも送り出してくださるんですけど、その送り出してくれる時に、正直その時にお前はまだ何も分かってないっていうことを先生に、いつもだったら試合前にこう頑張ってこいとかっていうふうに、こうどっちかっていうとプラスなことをこう言ってもらってからこう送り出してもらうんですけど、そこで先生にお前はまだ何も分かってないっていう、どっちかっていうとこう怒られるじゃないですけど、その叱っていただいて、その時にやっぱり自分の中で何してんだろうっていうふうにやっぱり感じて、でやっぱりその上で応援してくれる自分たちの青大の席の仲間だったりだとか、観客席を見てたくさんの青大のタオルをこう持ってる保護者の人たちを見た時に、なんかなんていうんですかね、自分の中でこうやらないといけないことっていうのは、その結果だけがそういう全てじゃなくて、自分が求めてる、自分がやりたい一本ができた時にこうみんながこう満足してくれて、よくやったなって思ってくれるんだろうなっていうことだったりだとか、その今やらないといけないその演技に集中するっていうことだったり、その最後の東インカレでこの自分がやりたいことっていうのが一番最後にこう見つけられて、次に生かそうと思えたのがクラブの一本だったので、やっぱりそういう部分でもやっぱりクラブはそういう思いだったんだなっていう部分もあれしてみてほしいなと思います。自分としてはまだパフォーマーとしてこう動きたいなっていう、教員もこう考えていた時期もたくさんあって、ついこの前までやっぱりそういうのも悩みながらいろいろやってたんですけど、やっぱり自分の中で今ブルー東京っていうそのプロのパフォーマーがあって、やっぱり自分の中でやっぱり憧れてる部分があって、やっぱり自分としてのスキルももっと上げたいなっていうのもすごいあるので、まあ、最終的には新体操に携わって教えるっていう指導する立場になりたいなとは思ってはいるんですけど、でもその前にやっぱり今の新体操をもっと発展させたりだとか、もっと新しい方向だったりとか、そういう風にする上でやっぱり今の自分には新体操のスキルしかないので、やっぱりそういういろんな世界を見ていろんなことを学んで、最終的に新体操をまた教えられるようになりたいなと思ってます。やっぱりそこは優勝です。優勝というものを目標に、やっぱり青森に来たので、もちろん目標は優勝なんですけど、でもその中でやっぱり自分がやるべきことっていうか、その自分が伝えたいものっていうのをやっぱりこうやって、それが最終的に優勝っていう形につながればいいかなと思ってます。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。